始まりました。うなぎの養殖事情、うなぎひまわりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、何をしようのかというと、ただいまって帰ってきた時のめっちゃ稲荷が可愛いんですよ。基本的に猫さんたちはうちの家ではこう自由にゲージとかに入れないで自由に飼っているので、ライ君とかはババババババって走って玄関まで迎えに来てくれるんですけど、やっぱ稲荷ちゃんは基本ゲージの中にいるので、なんかただいまっていつもやるんですけど、その時の稲荷が可愛すぎて皆さんに見てもらいたいなと思ったので、ちょっとそれを動画にしてみましたので、よかったら見てください、最後まで。それではどうぞ。はい、というわけで本日の動画は以上となります。これでまたフェネックを飼いたいなと思う人がまた増えたのではないのかなと思います。はい、というわけで少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてなんか、まあ、稲荷とか猫ちゃんとかでこんな動画見たいなっていうのがあれば教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。